睇邊個守得住個日本杯翻嚟啦。成年班人呢場睇日本杯都叫做最惡噶啦。盧蘇就係第五熱門，林泰來大熱門。阿里高有铁奸人，三号卢苏，四号龙太郎，五号歌剧飞翔，六号神剑大人，七号加里国宝，六号金地亚，九号天然健康，十号李乔。九号迪拿企业，仲有文章定义，十三号招远，十四号咧就艾克暗，十五号可能，十六号杜峰顺，好啊，出去睇马先啦。世界最高峰の舞台に各国を代表する超一流座が集いました。今年も究極のメンバーによる至高の2分半を堪能しましょう。ロンシャン競馬場 2400m 凱旋門賞、まもなく発走です。最内枠がこの馬にどう影響するのか、希望通りの展開に持ち込めるでしょうか。アウト・オブ・アデグロ、鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にあまり人気はありませんが、主役の座を狙う馬がここにもいます。ルソー、今場海旋門都熱門之一時は来ました。林太郎、今場最後の一冠に挑戦します。トップでゴールを駆け抜け、歴史に名を残せるでしょうか。今場三歳馬真是最有利的。前走で敗れはしましたが、まだ見限られるような馬ではありません。ウェラフライヤー、六歳馬女、この馬の差し足の鋭さはまさに一気に言っていいでしょう。日本的三冠馬王對歐洲的準兩準三冠馬王，這場是最有看頭一場。一流と呼ばれる名手です。一発は十分にあるでしょう。人気馬にとっては危険な存在です。ゲイリーアンジェロ、続いて入場するのはこの馬です。ファンの期待を背に走ります。ケンタイヤ、数々の影の名馬の面影がこの馬にも垣間見られます。天然健康、放送したいところです。ヘルスナチュラル、以提分的座骑，前走石灰の無念を晴らすべく、この大舞台で一暴れしたいところです。艾茂春、直線で豪快な追い込みが見られるか、鞍上の手綱さばきにも注目です。ヘルニエランプルール、鞍上は海外で一流と呼ばれる名手です。一発は十分、 G1 制覇にかける思いはこの馬も同じです。ムーンシェル、また一頭影の実力馬が登場、放送を期待したいところです。2番人気はこの馬です。ファンの期待を背に優勝を狙います。続いて入場するのはこの馬です。ファンのスター、暴風信念、こちらフランスのロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。海旋門大賞隨時公布、準備スタートしました。ラタラ、好スタートを切りました。ルソー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナムタラ馬に立ちます。その後ろからはルソー、この馬も上がっていく構えです。さらには連帯や16番超人ビジュアル、この後ろでは前の方から見てみましょう。ナムタラ先手を取りました。並んで3番ルソー、その外にホーリン、アルダー、それに続きます。大位置をキープしています。ナリタブライアン、黄色の帽子、ヘルスナチュラル、その後ろ、すぐ隣にゲイリーアンジェロ、その外からデフィニットアーティク、その外にトーミービリーブ、ベンタイヤ、その内に続いています。内からはアウトオブアデグロ、さらにはオペラフライヤー、その隣にピッカネン、その横にビシル、最高峰にベルニエランプル、各はロングトラックのコーナーに入ります。先頭から最高峰までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からルソー、先手を取りました。ホーリン、すぐ後ろ、その後ろからはナムタラ、ゲイについてヘルスナチュラル、その隣にデフィニットアーティクル、これに続くのがアルダー、赤の帽子、ナリタブライアン、ビーチへ行きました。その隣にフェラフライヤー、その横にゲイリーアンジェロ、アウトオブアデグロ、この馬もフルー、
睇呢個價值路嘅法律，咁跟住咧何寧亦都開車慢慢喺度啦，喺後面啦。然之後林泰來而家開始係咪上緊力啦？最後最後直路，林泰盧蘇第一隻已經係前面，跟住林泰來同何寧兩隻馬出嚟，將成片馬喺內側頂撚住咗。而家林泰來越騎越優，林泰來同盧蘇喺度鬥緊啦，一對一成片馬頂兩頂，再喺外面再想殺緊出嚟，而家快內多成片馬到林泰來。呢場真係玩死人啊！成田拜仁呢次真係終於再幫日本出翻啖氣啊！個個睇住林泰來贏歐洲三冠就殺石日本嘅天來來客。